はいどうも、メダロットに関する情報をお伝えするメダロットニストをお伝えするのはノヘイです。今日もメダロットやつに関する情報を中心にお届けしたいと思います。今回は年内最後のメダロットニュースでございます。年末年始のイベントに関するお知らせもあるので最後まで聞いてください。それではまずはこちらをご覧ください。はい、ということで今回はメダロットですから初登場、ホルマリン先生の七福神企画の4期待目、恵比寿七福がピックアップガチャに登場いたします。日程については12月29日の木曜日の15時から1月12日木曜日の14時59分の約2週間の開催となっております。こちらの期待はこれまで登場した七福神シリーズのベンテンサーラ、ジュローナンチー、フクロクラ、オフに続く4期待目でございます。今まで七福神シリーズはリアル特典付きガチャとしてね、ピンズがもらえるガチャが登場していたのですが、今回ももちろん登場いたします。そしてさらに七福神シリーズの折り返し地点、年末年始の節目ということもありますのでね、過去のピンズも一挙に復刻するということでございます。こちらについては後ほどご説明するんですけども、最初の方のピンズを入手できなかったなと思っている方がいましたら、ぜひこの機会に揃えていただければと思います。ということで、まずは恵比寿七福について詳しく紹介していきたいと思います。機体名は恵比寿七福 SFJ 型のメダロット、エビステをねモチーフにしたメダロットでございます。もちろんメダロット S で初登場ということでございます。七福神の一中エビステをねモチーフにしたメダロットでございます。こちらの機体、ホルマリン先生の設定画のメモによると、サーフィンポーズを取ったエビス様ということでございます。頭部はビクをねイメージしております。右肩に顔がねあるような感じで、ヒゲ先で相手を攻撃するようなメダロットでございます。そして左腕は釣竿という設定でございます。それではステータスについても見ていきたいと思います。それがこちら。はい、頭部パーツがファイトフルチャージ、右腕パーツがビームソード、そして左ではアーマードレイン、脚部は潜水タイプで、脚部特性はスルーアタックとなっております。頭部のファイトフルチャージはコラボ機体以外では初実装となります。装甲を消費してフルチャージ状態にし、かつ自身にファイトブーストを付与することができるという素敵な技でございます。ただしデメリットとして、自身に継続ダメージのメルトもね付加してしまうというところはご注意ください。エビス七福の両腕パーツはねチャージゲージと連携しておりますのでね、右腕左腕と組み合わせが抜群に良い頭部技でございます。そして右腕はビームソードでございます。ランク5まで育てるとフルチャージで威力がなんと3倍、そしてね貫通までついちゃうよということでね、むちゃくちゃ強い技でございます。そして左腕のアーマードレインは今回初実装のね新技でございます。どんな技かと言いますと、チャージゲージを10消費する攻撃でございます。与えたダメージの一部を自身の装甲に吸収することができるということでございます。ランク5で吸収率は 30% ということでございます。チャージゲージが足りないと装甲吸収の効果は発動しないという効果でございます。攻守一体となった技でございます。そして脚部は潜水タイプで、脚部特性はスルーアタックということでね、相手のガードをスイスイとすり抜けて攻撃をするイメージが再現されているということでございます。歴代の七福神シリーズのメダルともね、非常に装甲高めに設定されているんですけども、こちらの機体もね装甲が非常に高くなっております。敵にするとかなり厄介、味方にすれば頼もしいメダルとなっております。はい、ということで今週登場する恵比寿七福のご紹介でした。今週は長州来、勝利を引き寄せ一本釣り、大波に乗る恵比寿展も合わせて開催いたします。クリアをするとルビー10個、サイプラシウム合金10個、そして称号勝利の恵比寿展がもらえます。この七福神シリーズはね、もともとホルマリン先生とね超強力なメダロットを作って皆さんの前に立ちふさがろうというねコンセプトでね設計された機体たちなのでね、これまでの3機体同様、今回の恵比寿七福もかなりね強敵になっているかと思います。ぜひ自信のある編成で挑戦してください。よろしくお願いします。また先ほどご紹介しましたが、今回もリアル特典付きガチャが登場いたします。今回もらえるリアル特典はこちら。はい、恵比寿七福のピンズでございます。波に乗り、手に持った釣り竿で大量を狙う恵比寿七福らしいデザインとなっております。すでに登場している七福神シリーズとお揃いになる、ね、デザインなので、ぜひ並べて飾っていただければと思います。今回のリアル特典付きガチャ恵比寿七福は優勝ルビー限定で、お一人様2回まで回せる10連ガチャでございます。出現メダロットとピックアップ確率は通常のピックアップガチャと同じなんですけれども、おまけとしてオリジナルグッズを受け取ることができるということでございます。利用者の中でピックアップ機体が当たった当たらなかったには関係なく、ガチャを回していただいた全ての方がこのリアル特典を受け取ることができるということでございます。ガチャを回すとプレゼントボックスに住所登録用のチケットが届きます。住所登録は応募券の受け取りから7日以内となっております。また住所が途中
中までしか書いていない、名字しか書いていない、ニックネームで登録しているなども届けることができませんので、全て正しく書いていただくようによろしくお願いいたします。また今回のリアル特典付き指差し地区を購入いただいた方の中でご希望の方にはピンズケースもね合わせてプレゼントいたします。このピンズケースは最初の弁天サーラの時に全員にねセットでプレゼントさせていただいたものでして、七福神シリーズのピンズを並べて飾れるケースとなっております。今後の七福神シリーズもぜひ揃えて入手していただきたいので、もしケースを入手できなかったという方がいればぜひこの機会に入手していただければと思います。ケースをご希望の方は住所登録の際お名前の欄に続けて大隅あらせケース希望のようにねケース希望とねお名前に続けて書いていただければと思います。ケースはお一人様1個までとなりますので、過去すでにケースをもらっている方は今回はご遠慮いただきますようよろしくお願いいたします。また最初にもご紹介しましたが、今回七福神シーズン折り返し地点、さらに年末年始の節目ということで過去のピンズもね一挙に復刻するということでございます。今回再登場するのがこちら、はい、リアル特典付きの弁天サーラのピックアップガチャ、そして呪郎南地のピックアップガチャ、そして福禄ラオフのピックアップガチャでございます。ケースも含めて七福神シリーズのピンズを一気に揃えられる再登場チャンスなので、お見逃しないようよろしくお願いいたします。希望者にケースをプレゼントさせていただくのは新登場のリアル特典付き恵比寿七福のみとなりません。その点ご注意いただければと思います。また今回リアル特典付きガチャ以外の通常のピックアップガチャも過去3機体同時に復刻いたします。ピンズは持っているけど機体を狙いたいという方はこちらをチェックしていただければと思います。改めましてガチャの開催期間は12月29日の木曜日の15時から1月12日木曜日の14時59分までの2週間の開催となります。よろしくお願いします。また今週は恵比寿七福登場を記念して期間限定のイベントミッションを開催いたします。日程については12月29日木曜日の15時から1月5日の木曜日の14時59分の1週間となっております。イベントミッションは期間限定のミッションで、フリーミッションやデイリーミッションと同じく達成すると報酬を受け取ることができるようなものでございます。ミッションは期間中順次追加されていきますが、遡って挑戦することもできます。ダストルビーやガチャチケットなどももらえるので、ぜひ挑戦して受け取っていただければと思います。また今週は進撃ロボトルに新たなダンジョンが登場いたします。新たなダンジョンでは今回登場する恵比寿七福が登場するとのことでございます。七福神シリーズのコンセプト通り強力な相手となっておりますので、ぜひ編成を工夫して挑戦してください。こちらも期間は同じく12月29日木曜日の15時から1月5日木曜日の14時59分の開催となります。よろしくお願いいたします。はい、ということで七福神シリーズだけでね年末年始いろいろあるんですけれども、さらに年末年始いろいろありますので、そちらの方を紹介していきたいと思います。先週少しご紹介しましたが、今年の年末年始は行く年来る年イベントとしてね、さまざまな企画が用意されております。まずは先週のおさらいになるんですけれども、新たなメダロッターが登場するお正月メダロッターガチャでございます。こちらのガチャではゲーム版メダロット8の主人公のソルト、そしてヒロインのアニスがお正月衣装で登場するということでございます。日程は12月29日木曜日の15時から1月5日の木曜日の14時59分の1週間の開催となっております。またこちらのお正月メダロッターガチャでは、昨年までに登場したお正月衣装のメダロッター荒瀬、日咲、小石丸、咲もね R メダロッターとして登場して確率アップもしているということでございます。SR メダロッターについては先週紹介しましたので、今週簡単に R メダロッターのステータスについても紹介したいと思います。まずは R の荒瀬がこちら。はい、ということで支援効果としては頭部の装甲と充填、そして脚部の装甲をアップする効果がついております。アビリティはフルチャージ充填強化ということで、フルチャージの充填がアップするアビリティでございます。続いてひさきちゃんがこちら。はい、ということで支援効果としては右腕の充填、左腕の充填、そして脚部の回避を支援するといった効果がございます。アビリティはナパーム冷却値アップということで、ね、パートナーのパシーちゃんに合いそうな内容でございます。そして小石丸がこちら。はい、右腕の装甲と成功、そして脚部の射撃耐性をアップいたします。アビリティはライフル冷却強化でございます。そして最後にサキでございます。支援効果としては頭部の冷却、左腕の冷却、そして脚部の重冷といったものでございます。そしてアビリティはレーダーサイトの冷却強化でございます。こちらのお正月メダロッターはガチャ期間終了後は通常のメダロッターガチャには追加されないタイプになりますので、気になる方はこの機会に入手していただければと思います。よろしくお願いいたします。次にイベント開催についてご紹介いたします。それがこちら。はい、イベント行く年来る年大生産ロボトルでございます。こちらも日程は12月29日の木曜日の15時から1月5日の木曜日の14時59分となります。
イベントロボトルは開始日から順次開放されていくシステムになっているので、年末年始のお休みを利用して挑戦していただければと思います。そして何といってもこのイベント、目玉報酬として2021年のイベント報酬だったメダルがね、再入手することができるということでございます。こちらでございます。過去のイベントの報酬を再入手できる機会はとてもね貴重なので、取り逃した報酬がある方、今年新たにメダロットレースを始めてくれた方などはね、ぜひこの機会に入手していただければと思います。またこのメダルを入手できるイベントロボトルに加えて、おみくじロボトルとして1日3回まで挑戦できるロボトルも開催いたします。このおみくじロボトルではランダムドロップ報酬としてパーツ強化アイテム、メダル強化アイテム、メダロッター育成アイテムなどがもらえます。1日3回までなので、毎日忘れずに挑戦してどんな報酬がもらえるのか楽しみにしていただければと思います。そしてここから新情報となります。12月29日から年末年始のログインボーナスを配布させていただきます。12月29日から1月5日までの1週間毎日ログインをしていただくと、メダロッターガチャチケット、メダガチャチケット、イラストコイン、パーツ強化チップ、サイプラシム合金、そして最終日にはルビー10個がね入手できるようになっております。ぜひログインして受け取ってください。次はこちら。はい、昨年の年末に開催した進撃ロボトル年末年始ロボロボ大進撃が復刻版として再登場いたします。こちら昨年の年末から今年の年始にかけて開催した進撃ロボトルで、ロボロボ団を相手にした100人組手、つまり合計100ロボトルのね進撃ロボトルとなります。どこでも現れるロボロボ団らしく、ロボトル数はすごいことになっているんですけれども、一戦一戦はかなり挑戦しやすい難易度になっているということでございます。報酬としてブースターやパーツ強化チップがかなり大量に手に入りますので、ぜひ年末年始のお休みを利用してこちらも挑戦していただければと思います。日程については12月29日の木曜日の15時から1月5日の木曜日の14時59分の開催でございます。続いての情報は日替わり復刻ピックアップガチャに関する情報でございます。12月29日から1週間日替わりで復刻ピックアップガチャが開催されます。登場する機体はこちら。はい、年末年始ロボロボ大進撃の復刻を記念して、ロボロボ団に関連する機体たちが日替わりで登場しているということでございます。登場は毎日15時に切り替わります。例えば最初のトリプルゴッツンとストーンミラーは12月29日の15時から12月30日の14時59分までという形になります。欲しい機体がある方はぜひこの機会に入手してください。よろしくお願いいたします。年末年始情報まだまだございます。年明け1月1日からお得な優勝限定スペシャルガチャが開始いたします。それがこちら。はい、2023お正月スペシャルガチャでございます。日程は1月1日日曜日の0時から1月12日木曜日の14時59分の開催でございます。こちらはお一人様3回まで回せる10連ガチャで、優勝ルビー限定となっております。なんと登場するのは星さんのピックアップガチャ限定メダロットのみというね、お正月らしい大胆な設定になっております。1月1日の0時から開始でございます。どんな機体をゲットできるのか、ぜひ挑戦していただければと思います。次に期間限定のパック商品のご紹介でございます。それがこちら。はい、2023お正月特別版超強化パックでございます。販売期間はお正月スペシャルガチャの開催期間と同じく1月1日日曜日の0時から1月12日木曜日の14時59分までとなっております。こちらはゲーム内コンビニに入荷するお一人様1回まで購入できるパック商品で、今年は松、竹、梅の3種類が販売されます。普段のパック商品よりも豪華になっておりますよね。ぜひチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。以上、年末年始に関する情報でした。そして年末とっておきの情報として、アップデートに関する情報を今回ご用意いたしました。来年1月26日頃よりバージョン 3.2.0 へのアップデートを予定しております。今回のアップデートではなんとメダリーグの大幅リニューアルなどを予定しております。ということで、今週はこのメダリーグの大幅リニューアルについて処方をねお届けしていきたいと思います。今までのメダリーグといえば、勝つことによってリーグを駆け上がり、レジェンドリーグまで駆け上がったらレートによるポイント争いというような形になっていたかと思うんですけども、ガラリとね様相が変わります。ピリオドはこれまで通り1週間単位なんですけれども、まず何といっても1日の最大ロボトルは5ロボトルまでとなります。そして毎日そのロボトル内容に応じたポイント結果が集計されて、クラスの昇格維持が行われるというような仕組みになります。クラスはシルバー、ゴールド、プラチナ、ダイヤモンド、レジェンド、そしてチャンピオンの6段階になります。1日に上がれるクラスは最大1段階までとなりますので、最高ランクに到達するには最短でも5日間かかります。
1週間経過してピリオドが終了するときにいたクラスがそのプレイヤーの最終クラスになるということでございます。また毎週木曜日から開始していたこのメダリーグなんですけども、今後は毎週月曜日開始に変更になるということでございます。はい、ということでリニューアル後はね、限られたロボトル数の中でクラスを上げていくことが鍵になってくるということでございます。今までは時間をかけてねコツコツ上がってくることができたんですけれども、今回時間よりもそれぞれの強さがねクラスに直結するような形になっております。そしてここから細かい話になるんですけども、対戦相手に関しては5人の中から自分で選んで対戦をするシステムになります。ピックアップされる5人の対戦相手については自分のポイントをもとにね、自分よりも格上の相手だったり格下の相手も含む5人が選ばれると、その中から自分で選択をするといったシステムになります。格上の相手に挑戦する場合はボーナスポイントがつき、格下となる相手と対戦する場合は逆にねポイントが減るというような仕組みになっております。そしてこれらのポイントをもとにクラス分けがされていくんですけれども、1週間の最初は全員がシルバークラスからのスタートになります。毎日ポイントの集計が行われて昇格判定がされるということでございます。上のランクに行くほど昇格が難しくなるといった設定でございます。全員がシルバーからのスタートということでね、ピリオドの最初の方は強い人も初心者もねシルバー帯で入り乱れているということでね、かなり強い敵もね当たっちゃうことがあると思うんですけれども、対戦相手をうまく見極めて勝ちを目指していただければと思います。負けてしまってもねポイントはゲットできますので、諦めずに頑張っていただければと思います。気になる報酬の部分についてはギリギリまで調整をしているような状況でございます。こちら改めて続報をお待ちください。はい、ということで改めましてこちらのリニューアルは来年の1月末から開始予定ということでございます。1月19日に開始するリーグ147をもって現行のメダリーグは終了ということでございます。移行期間を経て1月30日月曜日から新しいメダリーグスタートということでございます。ちなみにリーグ関連のミッションはリーグの移行に伴い一新されるので、現在進行中のミッションはそれ以降クリアできなくなりません。ご注意ください。以上メダリーグのリニューアルに関する処方でございます。さらに今回のバージョン 3.2.0 アップデート改良の方が用意されております。それもね少しだけ紹介したいと思います。まずは1つ目、パーツの一括レベルアップでございます。パーツをレベルアップする際レベル90まで一気にアップできるようになります。ランクアップも一括で行うことができます。持ってるアイテムやコインが不足していた場合は強化できる最大のところまでのレベルアップになるということでございます。強化の手順が簡略化されるので、新しいパーツを入手した際はぜひ活用いただければと思います。そしてフィルタ機能の改良でございます。これまでイベントブーストありなしのフィルターのみだったんですけれども、今後交換用アイテムごとのフィルタリングも可能になります。今赤青金銀の4種類の交換用アイテムが必要になるイベントがあるんですけれども、この4種類のブースト順でのフィルタリングができるようになるということでございます。次回のイベントの際には使っていただければと思います。そしてもう一個、パーツ強化チップの一括リサイクルでございます。パーツ強化チップを最大1000個まで一括でリサイクルできるようになるというバージョンアップを予定しております。はい、ということでバージョンアップについてはこの他にもねいろいろと用意はしているんですけれども、来週以降のメダロットニュースやアプリ内のお知らせの方でも引き続き情報の方をお伝えしていきたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。以上バージョンアップに関する情報でした。その他の更新情報についてもお伝えしていきたいと思います。今週の激闘ロボトルはブルーコランダムサイドムーブミネルーバーが登場いたします。そしてメダリーグについてのお知らせでございます。今週のメダリーグ地形は凍土となっております。そしてオンラインエキシビションですが、現在シーズン2をね開催中でございます。あさって12月29日までとなっておりますので、ね、ここから最後の追い込みをしていただければと思います。そして1月のスケジュールをお伝えしていきたいと思います。まずは激闘ロボトルのスケジュールがこちら。サーゴード、カナブンブン、リリー・マドンナ、クロノラビット、メイパピー、ヒポポジャマース、フラットステーク、アラゴスター、トレミー、メデューザード、サジタリウス、タンクダンクでございます。そしてメダリーグのスケジュールがこちら。はい、森林市街地サイバーでございます。サイバーのリーグ147が現仕様での最終ピリオドとなっております。そしてオンラインエキシビションのシーズン3に関する情報でございます。シーズン3は1月5日からの開始でございます。シーズン3では報酬のカスタムスキンとしてこちらが登場いたします。ペッパーキャットの振袖バージョン、ブルースドッグの獅子舞バージョン、そしてキースタートの鏡餅バージョンとね、スクリューズの3人が使用する3機体のお正月デザインのカスタムスキンとなっております。ぜひ皆さん挑戦してゲットしてみてください。よろしくお願いいたします。以上メダロッテスに関する情報でした。
現在メダロット公式 YouTube チャンネルにてアニメのメダロットの方を無料配信中でございます。毎週月曜日の20時から1話ずつ公開しておりまして、昨日は第4話伝説のメダロッタをね公開いたしました。メダロット S でも連動して月曜日にログインをするとルビー1個をプレゼントしておりますので、ぜひアニメを見る、メダロット S でログボーをもらうっていうのをね習慣にしていただけると嬉しいです。またアニメと同時となる昨日からアニメ第4話で登場する石像がね激闘ロボットに登場しております。今後もこのような形でアニメとの連動もね同時開催していく予定ですので、そちらも楽しみにしていただければと思います。今回も概要欄からルビー1個を受け取れるキャンペーンを開催しております。プレゼントコードは SNS などにはアップしないようよろしくお願いいたします。はい、ということでね、2022年ももう終わりでございます。あっという間のね1年でした。メダロット S を中心にメダチューバーの配信だったりね、新機体の開発、メダロットで2022などね、メダロット三昧な1年でね、私自身とても楽しかったです。本年もね、メダロットニュースをご覧いただき誠にありがとうございました。来年も1月3日火曜日からね、メダロットニュースを予定しております。これはね、生配信を予定しております。毎週火曜日休まずに行きます。2023年も皆さんにあっと驚く情報や楽しい体験をね、お届けできるよう頑張りますね。また来年もよろしくお願いいたします。以上です。ロボトルファイト。